大丸料理阪急百貨店部じゃあ開けようか。来たよ今月も。もっとこっち側おいで。ここどこブーって。じゃあ行くよ。違うのが見やすいでしょう。じゃじゃーん。あ、かわいい色が。中身何か全く分かんないけど、2月だからさ、多分バレンタインデー系じゃない。節分か。節分か。じゃじゃーん。あ、かわいい。見て、なんかジュラートピケみたい。ジュラピケ。何？全く分かんないんだよね。何か全然見えへん。顔うずめてるから。顔うずめてじゃあめっちゃ気になるから、これからでいい。何これ、なんかバッグ。ボクボクよかったじゃん。ボクマイバッグ。かわいくない？どこ行くの？どこ行くんよ。待って、タグ取る、タグ。中身は開けてんの？ああ、中は何も収納できないパターンね。そりゃそうだよね。はあ、色の組み合わせかわいい。よかったね、ボウ君。ボウ君、初めての自分のマイバッグじゃない。これつけてどこ行く？ボウ君。服脱がした方が似合いそうやね。確かに、脱がして。僕さすがに冬にメッシュ素材は寒いから、ね、脱ごうか。僕テーマがさ、テーマが受ける。なんかフレンチブルドッグのさ、棒のこの、あ、黒の頭のところにやめてよ。この和風の部屋に似合うのよ、この魅力が。今回のテーマさ、明日はドキドキのバレンタインデートだって思う。誰と行くの？誰と行くの？お気に入りのお洋服と大好きな香水？香水入ってるのかな？香水で特別な時間にしちゃおう。とことんダブにできるとな気持ち、君に届きますようになって思うから。鉄おじいちゃんに届くように。ショルダーバッグ、かわいいパープルのバッグをご用意しました。とびっきりおしゃれに使いこなしてくださいって。どこにデート行くの？これつけて誰とどこに行くの？バレンタインデーの予定ゼロでしょ。行くよ次。ちょっとあんた準備がいいね。分かってんね。今日はこれ、雑穀ポンセのビーフ味ってポンポン菓子なんですよね。サクサクのお米をベースにノンオイルでしっかりと焼き上げたヘルシーな雑穀おせんべい。サクサクの食感と香ばしい雑穀の香りをお楽しみくださいって。お、あ、ポン菓子の匂いがする、うん、あるじゃん、ポン菓子、人間も。あ、それの匂いがする。美味しいぞ。存分に食べるがいい。あ、見て見て。和室が似合うわ。次が、お菓子が今回はこれとフリーズドライの鶏レバー。新鮮な鶏を使ったフリーズドライの鶏のレバーだって。鉄分やビタミンが豊富だって僕。あ、何？結構大きい。これちぎるんだよね。あ、なんかサクサクなんだけど。あ、なんか鼻水出てない？好きじゃん絶対。ほら、鳥の肝臓って。え、鳥の肝臓だって、ボウ君。次、これもしかしてやっぱりふりかけだよ。これはね、静岡県産の風習のふりかけって。腸は DHA や EPA を多く含み、脳や神経の発達、あ、血行促進に効果的です。脳や神経の発達だって、ボウ君。これはじゃあ明日から使おう。脳や神経の発達だって、ボウ君。よかったね。で、これがさ、最後がさ、あ、あー、歯磨きサプリって。歯磨き？うん、ワンちゃんの口内環境を整えるシングワン、英語なんだけど、シングワン歯磨きサプリ。
天然成分でフレボさんが歯周病や虫歯を予防しますって。ガーゼに包み込ませて歯に塗るか。なんか初めて、なんかドギボックスってさ、こんなあるんだっていうのが入ってるよね、いきなり、うん、最後。でも一番びっくりしたのはさ、化粧水よ、やっぱり最近の。あとはなんかワンちゃん用の食器洗いとか良かった。ワンちゃん食べた後ってすごいベタベタせんじゃん。でもそれがさ、犬用の食器洗い使ったらすぐに取れる、キュッキュッってなって、ベタつきがもうすぐに取れる。人間用のさ、キュキュッとかさ、うん、ジョイとかあれで洗っても、なんかどっちのぬめりかわからないのが犬の唾液のぬめりなんか、ジョイの ぬめりなんかがわからんけど、犬用の食器のやつで洗ったらそれいいように作られたのに。もう今日から歯もきれいにして。美容男子。美容、そうよ。だっていっぱい育ってるよ。肉球クリームもあるしさ、僕の化粧水もあるしさ、涙液用対策のため のワセリンとかさ、鼻の乾燥のためのワセリンとかさ、でついに歯磨きサプリ、口内環境を整えちゃうの。でも某一応某専用の歯磨きがあるんだけど。美容系 YouTuber。 美容系 YouTuber。 いや僕歯の講習系バレンタインデーまでに友達作って仲良くしてデートに行けば、とてもじゃないけどあんまり似合わない飼い主的にはすごく可愛い色合いのさ、おもちゃでさ、とてもいいんだけど、なんか某はリュック背負ってそうだから、どっちかって言ったらなんかオタクみたいなさ、大きいさ、なんか災害用のリュックとか背負ってる方がさ、僕には似合っとる。こっちはこっちであなたの柄じゃないけど、どうぞ。僕どれがいい？なや、ボウ君今回もいっぱいだね。ボウ君よかったね。よし。ちょっとお手とかしてみ。うん、早いよ。こういう時は早いよ。お手。高いお手に挑戦。お手。調子いい時はするんだけど。あ、頑張れ。お手。高さがあるお手だけど。もっといける。もっとさっきより高いよ。お手。考えるんよ。あ、惜しい。あっと。かわいい。やりゃできるんよ。ものすごいペチャラ。ね、歯に残ったカスの余韻楽しんどる。まだ味する？3月なんだろうね。あれか、ひな祭り系か、あれか、なんか卒業みたいな、なんか卒業証書のおもちゃとか、桜とか、あ、桜系、桜チップスみたいな、よかったじゃん。もういいでしょう、大満足でしょ。ボケボケまでして、親父かよ。ずっとめちゃめちゃ言わせてる。笑えるんだけど、ちょっと行ってくるもん。僕どこ行くのですか。あなたの応援で今日は奮発して阪急百貨店の地下の総菜買うブー。大丸より阪急百貨店ブー。